写真を撮って。そうだ。いいか、腹に力を入れて、首をまっすぐ、中心を取って。うん、そうだ。うん。開かないな。鍵がかかってるな。一体何なんだ。別に変わったところもないか。別に変わったところもないか。届かないな。あ、これは。なぜこんなところに。中国語か。なぜこんなところに穴が。一体何なんだ。やっぱり開かないな。鍵が必要か。
クちゃん。なんすか？あいつらのことだが。レオさん、奴らのところ行くんなら、俺も。ダメだ。どうしてですか？これ以上、大切な人を失いたくないんだ。俺、15の時から10年、先生にお世話になったんです。俺にとっても、先生は。気持ちは嬉しいが、でも、分かってくれ。リオさん。イネさん。はい。あの日のことなんだけど。はい。あいつらは何て言ってた？何も。突然現れて。まさかリョウさん。あいつらを探すつもりだ。おやめください。イネさん、あいつらは。分かっております。だったら。旦那様が亡くなられた今、リョウさんには葉月武官を守るという大事な役目があります。だけどこのままでは俺の気が収まらないんだ。リョウさん、大切に使わないとな。なんすか？あいつらのことだが。レオさん、奴らのところ行く。ダメだ。どうしてです？じゃあ。
桜だ。あっす。聞きたいことがあるんだ。なんだ改まって。あの日黒い服の男を見なかったか。あの日、ああ、いや俺は見てないな。そうか。誰か黒い服の男のことを知ってそうな人って。そうだな、三島さんとか近藤さんとかおばちゃんたちならなんか知ってるかもな。ほら、いつも桜ヶ丘の公衆電話のそばでおばちゃんたち立ち話してるじゃん。ああ、あそこでなんか話してるかもしれないぜ。聞いてみるよ。ありがとう。中村。葉月くん。あの日のことだけど。あの日？ああ、あの事件の日ね。話はのぞみちゃんから聞いたわ。大変だったね。いや、あの日黒い服の男を見なかったか。見なかったけど、その人どうかしたの？いや、ちょっとな。外出中かな。いないみたいだな。いや。あ、お兄ちゃんだ。何してんの？うん、ちょっとね。よ。あ、お兄ちゃん、プロレスごっこしようよ。ごめん、後でな。留守かな。いないみたいだな。
留守かな。めぐみちゃんか。猫がいるのか。お兄ちゃん、めぐみのママに内緒にしてくれる？ああ。じゃあお兄ちゃんには特別に見せてあげるね。めぐみちゃんの猫かい？違うの、この猫ちゃんはね、一人ぼっちなの。一人ぼっち？うん。この間ね、雨の時にね、ママ猫が車にひかれちゃったの。めぐみのお姉ちゃんが見てたの、大きい黒い車だったんだって。黒い車？すごく怖かったって言ってたよ。めぐみ、お姉ちゃんとね、ママ猫のお墓作ったの。代わりにめぐみが猫ちゃんのママになってあげるんだ。でも、めぐみのママがね、お家で飼っちゃダメだって言うの。それでここで飼ってるのかい？うん、みんなもお手伝いしてくれるんだ。コウタ兄ちゃんとね、ヤスお兄ちゃん、カヨちゃんも。そうか。猫ちゃん元気ないんだ。お腹空いてんのかな。ちょっと待ってな。うん。こうやって食べやすくしてあげるんだ。まだ子猫なのに、一人ぼっちか。ひどいよね。山岸のおじいちゃんも惹かれそうになったんだって。山岸さんが？ピューンって車が来てね、びっくりして転んじゃったんだって。お尻が痛くてずっとお家にいるんだよ。めぐみ、お菓子屋さんへ行くときね、いつもおじいちゃんとこ寄るんだ。そうか、近くだからな。めぐみちゃんも車には気をつけるんだよ。はーい。じゃあ今ちょっと急いでるから。あ、猫ちゃんの名前一緒に考えようよ。そうだな、いいのを思いついたらまた来るよ。きっとだからね。バイバイお兄ちゃん。バイバイ。外出中かな。留守かな。
いないみたいだな。外出中かな。寒くないか。おい、元気か。じゃあ、またな。寒くないか。外出中かな。いないみたいだな。外出中かな。すいません。誰だい。山の瀬の葉月と言います。お聞きしたいことが。ごめんなさい、今忙しいので
そうですか。また来ます。外出中かな。留守かな。外出中かな。どなたか知らんが、明日にしてくれんか。すいません。三島さん。あら、りょうちゃん。事件の日、黒い服の男を見ませんでしたか？え？黒い服？見なかったわね。じゃあ、何か変わったことはありませんでしたか？さあ、これといって。何でもいいんです。覚えていることがあれば。ごめんなさいね。あの日は天気が悪かったからずっと家にいたのよ。スミヤのおばさんには聞いてみたの？ご近所のこと詳しいわよ。そうですか。あら、りょうちゃん。近藤さん、事件の日、黒い服の男を見ませんでしたか？事件の日？雷が鳴ってた日よね。見てないわね。そうですか。あの日、この辺で何か変わったことは？別に何もなかったけど、この辺のことはスミヤさんが詳しいわ。スミヤさんに聞くといいわよ。そうですか。外出中かな。留守かな。外出中かな。いないみたいだな。
留守かな。外出中かな。いないみたいだな。スミヤさん。あら、リョウちゃん。事件の日、黒い服の男を見ませんでしたか。黒い服？猫なら見たけど。黒い猫ですか。ええ、車にはねられたらしくて、そばで子猫が泣いてるのよ。そういえば、三島さんとこの子まで一緒になって泣いてたわね。そうですか。他に何か変わったことは？そういえば、山岸さんが公園の角で転んで大変だったのよ。急に来た車を避けたとかで、痛そうに腰を押さえて。きっと猫を跳ねた車よ。よっぽどスピード出してたんでしょうね。そういうことだったのか。あら、ごめんなさいね。ちょっと約束があるの。そうですか。すいません。ああ、ダメダメ。最近疲れ気味でね。また今度にしてくれないかな。すいません。ああ、どうも。悪いんだけど、今はちょっとあんまり話をする気分じゃないんだよ。ちょっとすいません。はい。この表札はなんて？田島さんですね。そうですか。山本さんのお宅に行きたいんですが、何文明が悪くて。わかりました。俺が探してきます。この先の公園で待っててください。すいませんね、ご親切に。よろしくお願いします。山本、ここだな。おばあさんを連れてくるか。
平野、先輩。事件の日、黒い服の男を見なかったか？サングラスもしてるやつなんだ。雪の日だ。覚えてないか？見てないですね。そうか。すいません。いや。三島。あら、葉月くん。何？あのさ。なんか大変みたいね。私でよかったら力になるからね。ありがとう。いや。あ、りょう兄ちゃん。何してるんだ？お絵描き。何描いてるんだ？お人形さん。上手だな。おばあさん、見つかりましたよ。そうですか、ありがとうございます。ここです。どうも、お忙しいところありがとうございます。じゃあ、俺はこれで。今時珍しい、優しい子だね。いや。おっ、兄ちゃん、ねえ、遊ぼうよ。また今度な。よ。あ、お兄ちゃん、一緒に遊んでよ。また今度な。ガチャガチャ、一回100円か。買ってみるか。お、これは。続けてみるか。これは。少し遊ぶか。お、これは。もう少し遊ぶか。続けてみるか。またこれか。続けてみるか。やっぱりやめよう。一回100円か。ちょっとやっていくか。ん？こいつは。もう少し遊ぶか。
あ。もう少し遊ぶか。続けてみるか。いや、やめとこう。すいません。なんだい、リョーバ。あの事件の日、黒い服の男を見ませんでしたか？のんびり男眺めてるほど、あたしは暇じゃないよ。そうですか。あの日、何か変わったことは？すごいね、あんたも。あたしは変わり映えしない毎日で退屈してんだよ。そうですか。しっかりすんだよ、リョーバ。はい。これはやめておくか。なんだい、買うのかい、リョーボ。これ、ください。じゃあ、一回くじ引きな、リョーボ。後藤か。ほら、持ってきな。これ、ください。じゃあ、一回くじ引きな、リョーボ。当たった。さあ、好きなの選びな。じゃあ、これを。ほら、持ってきな。
んだい、買うのかい寮母。これください。野村さん。ああ、亮君か。事件の日なんですが、黒い服の男を見ませんでしたか？黒い服？黒いスーツに黒いサングラスで。どうかな。俺は昼間は外を流してっから、この辺のことはわからねえんだ。そうですか。いないみたいだな。どちら様ですか？山の瀬の葉月と言います。お聞きしたいことが。ごめんなさい、ちょっと手が離せないので。そうですか、じゃあいいです。すいません。どちら様ですか？山の瀬の葉月と言います。お聞きしたいことが。ごめんなさい、今火を使ってるので。そうですか、また来ます。留守かな。ちょっと迷惑かもしれないな。
すいません。あ、どうも。ちょっと聞きたいんですが。ちょっと今することあるんで、ごめんなさいね。そうですか。じゃあまた後で。一度山岸さんに話を聞いておくか。おばさん、あんたって子はほんといっつも元気いいね。あの花垂れ女房が立派になったもんよ。もう花垂れ女房は勘弁してください。考えとくよ。ちょっと迷惑かもしれないな。当たった。大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫。本当に大丈夫ですか？大丈夫だって。あんちゃんこそ大丈夫か？俺ですか？あんだ、悩み事かい？ええ、人を探していて。人を探しなら昼間、夜には誰もいねえだろ？それもそうか。そうですね。ねえ。留守かな。
よしよし、いい子だ。おい、元気か？じゃあ、またな。イネさん、リョウさん、あまり無理をなさらないでください。このイネ、憎まれ役覚悟で、これからも言いたいことは言わせていただきます。わかったよ、イネさん。イネさん、リョウさん、このイネ、憎まれるのを覚悟で言うことははっきりと言わせていただきます。よろしいですね。ああ。